おはようございます。ベイサイドイングリッシュ英語コーチの中尾雅宏です。で今朝もこれから遊ぶ人生英語勉強会横浜へ向かうところです。今日のテーマはですね、 NPR と TED、プレゼンで有名な TED ですねのコラボレーションの企画でですね、人間は必要ないのかということでタイトルを銘打っています。でその内容はですね、これまで、そうですね、IT ですとかロボットの、機種として知られていた、MIT の教授がですね、突然、あるシーンを見て、これまでどんどん、もっともっと人々の生活を良くするためにロボットであったり IT を駆使しようということで進めていたんですけども、その考えを一転させたっていうんですね。で、それはある老人ホームでの光景だったんですけれども、本当に私たちが人間としてあるべき姿といいますか、人間が持っているその特性、一番いいところであったり、その特徴をロボットに丸投げしてしまってはいいのだろうかっていうことで、そこをもっと、明確に議論していきたい。その本当のロボットだったり IT 技術の価値、人生、人間としての価値、それをどういうふうにして、よりよく私たちが愛せるような人生、人間の生活を営むための、科学技術であったりロボットであったり、そういったところに使えないだろうかということで、議論を視聴者に投げかけています。それで一つ、そのシーンですね、その MIT の教授がどうしてそういうふうに考えを一変させたかといいますと、ある老人ホームでロボットが老人の相手をしていたんですね。それはタテゴトアザラシっていうアザラシのただの人形だったんですけど、ある程度、言葉も理解し、眉毛も動かすという表情も作れる。でその周りにですね、研究者だったり老人ホームの、スタッフであったり、もちろんその教授もいたんですけども、それを眺めているっていうシーンなんですね。そこでその老人が今までのこう自分の悲しみであったりとか、お子さんを先に亡くされているんですけども、その悲しみなどをそのロボットに話しているんですよね。そしてそのロボットはその悲しいトーンを聞いて、同じように、悲しい音を出したりですとか、その表情を作るわけですね。それでそのおばあさんは自分がそのロボットに理解されていると感じているということを、みんなが周りの人たちが見て、おおっと、これはすごい進歩だっていうふうに感じていたわけなんですけれども、その MIT の教授自身は全く別の考えを持っていたということですね。なぜこの今まで長いこと生きてきた女性が全く自分の話を理解していないもの、ロボットに対してそういったことを話さなくてはいけないのか。私たちがこれまで一生懸命生きてきて、最後にって言ったら変ですけども、こう終盤、人生の終盤に全く、そうですね、自分が自分を理解しない、自分の言葉だったり気持ちだったり、ただ理解しているふりをしているようなロボットに相手をされなくてはいけないのだろうか。彼女からその周りの人たちがいろいろ話を聞いて学ぶべきことはたくさんあるだろうし、彼女にはその価値があるんじゃないか。私たち人間が生きてきて一番大事なそのコミュニケーションであったり、思いであったり、その思いやりであったり、お互いの理解であったり、文化の継承であったり、そういった大事なところをロボットにこう依存してしまってもいいのだろうかっていう疑問を抱いたそうなんですね。私たちが何のためにロボットを使うのか、ただ経費を削減すればいいのか、孤独な老人にロボットさえ与えておけばいいのか、もちろんいろんな状況があるわけですから、それしかないっていうところもあると思いますけれども、それは自分たちがどう生きるか、どこに価値を置くか、どこにコストを支払うかっていう、こう政策的といいますか、決定によって変えることはできるんではないでしょうか。そういうことで、そうですね、その MIT の教授は
大きな疑問をこの、科学技術がどん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 発達して人間の私たちの生活の中に入り込んでくる中で、そういう疑問を投げかけています。今日の参加者の方はですね、総勢6人全員いらっしゃる予定ですので、その辺のところどうお感じになったか率直にお聞きしたいですね。実際にロボットを飼ってらっしゃる飼ってる方もいらっしゃるかと思いますので、その辺のところ、お伺いしていきたいと思います。それでは今週も頑張っていきましょう。失礼します。